アッシュメドーズキリフィッシュは、カダやしもくグーで赤に属する魚で、アメリカ合衆国ネバダ州、カリフォルニア州にまたがるデスバレーの中のアッシュメドーズと、呼ばれるオアシスに生息していたが、すでに絶滅した。全長は5から6センチメートル。体色は、背が黄色で、側面は青みがかった、銀色、胴体の側面に不規則な黒い模様があった。胴体が分厚く、腹びれがない。 生息していた泉は、硫黄の匂いがして、水温は常時摂氏20度前後であった。住んでいた池にザリガニとウシガイルが導入されたことにより、アッシュメドーズキリフィッシュの数は減少した。1900年代はじめにはすでに数が少なくなっていたと言われ、1948年に絶滅したとされているキリフィッシュの仲間などで、 他の土地に移されて、絶滅を免れた者もいるが、その恩恵を受けるには、アッシュメドーズキリフィッシュの絶滅は早すぎた。アッシュメドーズ一帯が、国立野生生物保護区に指定されたのは1984年のことである。The IUCN Red List of Threat Ond Species. ありがとうございます。